危機に陥った部隊の救援に向かい、合流の後速やかに撤退しろ。分かったな。見ての通りだ。ああ、こりゃ犠牲が出るな。貴様、無駄口を叩くな。激しい戦いになる。資源の浪費を抑えるため速やかな撤退が求められる。まずチームアルファとチームブラボーに2つに分ける。救援対象はそれぞれ第15部隊、第16部隊だ。お前はベアトリーチェ、エルフリーレと共に行動しろ。残りはカルロスが率いる。第15部隊にはハル、第16部隊にはアンが参戦してるってよ。同期のお前らには厳しい判断かもな。今2つのボランティアを発行した。どちらの部隊の救援に向かうかは貴様に任せる。よく。緊急事態です。我がパノプティコンが女性パノプティコンから攻撃を受けています。すでに女性パノプティコンで最後ボランティアに参加しているトカゲクたちがいます。まだ残っているトカゲクの皆さんは急いで救援に向かってください。さあ、レッツ救援。緊急事態です。我がパノプティコンが鉄製パノプティコンから攻撃を受けています。すでに鉄製パノプティコンで世界ボランティアに参加しているトカビクたちがいます。まだ残っているトカゲクの皆さんは。チームアルファ、救援対象は撤退を開始したが敵に囲まれている。貴様らの支援が必要だ。気を引き締めてかかれ。チームアルファ、了解。よう、そっちはどうだ。俺たちは俺たちで楽しませてもらうぜ。悪いね。了解。着いたな。行くぞ。友軍の生体反応を確認しました。敵対勢力の反応を感知しました。敵軍系戦力が尽きるまで敵となりとを排除してください。他のメンバーは無事に脱出した。私が最後だ。体重を振る隊、撤退を開始しています。妹たちも救援が間に合ったようだな。おしゃべりは戻ってからだ。深追いはしないで。元からするつもりはないよ。
第16部隊と連絡が取れなくなりました。おそらく防衛部の医療スタミングが発生した影響と思われます。くそ、こんな時に奮起します。落ち着き、ハル、まだ戦闘中だ。取り乱せばお前がロストするぞ。敵軍系戦力 50% を取りました。接近中、まもなく退敵します。敵軍系戦力残りわずかです。ハル、まずは自分が無事撤退することを第一に考えろ。キングラボから通信します。応答しますか。つなげろ。こちらチームブラボー、チームアルファ、応答してくれ。チームアルファ、そっちの状況を報告しろ。チームブラボーは無事に帰還した。了解。残りの連中は？みんな帰ろう。チームブラボーとの連絡が途絶えました。おい、よし、ボランティア成功だ。戻るぞ。チームブラボーから通信があります。応答しますか。ああ、 LP で来いか。どうした、さっき。俺ら仲間がロストするのは慣れているとはいえ辛いものだな。ハルが心配だ。妹を亡くしたんだからな。私はちょっとあいつの様子を見てくるよ。私たちも行こう。多分第四階層のどこかにいると思う。特筆するね。君たちまでそんな顔するなよ。大丈夫さ、大丈夫。うつむいてもあいつは帰ってこない。それは分かってる。ああ。でもこの気持ちだけはどうしても消すことができないんだ。私は奴らに復讐しに行く。そうか。悪いが、もう私は決めたんだよ。まったく。もう少しハルと話してみる。心配するな、行かせはしない。ここはエルフリーデにお願いした方がいいみたいね。ああ、お前たちは部屋に戻っていてくれ。
自分で選んだはずの道で、もう二度と選び直すことはできなくて、でもね、サイモンなら、彼ならきっと叶えることができる。悔やんでも悔やみきれない選択を。もう君にはサイモンに会う資格があるの。もうすぐその時が来る。その時が来ればきっと会えるわ。そう、チェーゼレと同じようにね。おはようございます。先ほど隣とエルフリーレ中野とカグレラより連絡がありました。モザイク内広場で待っているとのことです。外出する場合は外出許可申請を提出してください。よ、来たな。あ、もうバカな真似をしようとはしないはずだ。だいぶ落ち着いたから会いに行ってやってくれないか。今のあいつに必要なのは多分お前たちだと思う。分かった。第4階層だったよね。私先に行ってるから。